江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、掲示板からの話題なんですけども、警告民最新のパスポートパワーランキング2022を見てみようというコーナーでございます。はい、最新版が出ました。それではですね、早速見ていきたいと思います。皆さんどうですかね。1位どこですか。どこでだと思いますか。いや、いきますよ、せーの、ポン、じゃん、じゃん。はい、1位がですね、ジャパン、我らがジャパンでございます。2位がね、あ、2位タイなんですね。アクセスってこれあれですね、ノービザで行ける国の数かな、確か。ですよね。2位がね、シンガポールとサウスコリアさん。ね、タイなんですね。あ、タイ、2位タイね。はい。で、3位タイで、ドイツとスペインと。スペイン190カ国と。日本が193カ国にノービザで行けるのかな。ノービザ？渡航できるって意味か？シンガポールとサウスコリアさんが2位タイと192カ国って感じかな。こんな感じらしいんですよね。まあ、そんなに驚くべき数字ではな、結果ではないんですけど。こちらに対してね、警告さんはね、なんかグギグギ言ってるらしいんですよ。じゃあ行きましょう。何言ってんのかな。以前は我が国が1位でしたよね。いつの間に日本に抜かれてしまったのでしょうか。ブルブル。1位だったの。日本に抜かされてからかなり経過してますよ。自分の記憶が正しければ最後に1位だったのは2018年ぐらいだったと思います。パスポートパワーにもロビーの力が関係しているのでしょうか。日本は北朝鮮に普通に入国できるということ。できねえ。せっかくの2位なのに日本が上にいるせいで素直に喜べない。いちいち日本と比較するようなものでもありません。パスポートパワーで2位という事実をただ受け止めましょう。それでも2位というのはすごいことなのでは。国力が着実に向上している証拠ですよ。最近は例のあれがあって海外旅行に行けていませんが、警告人がどんどん世界に進出してそこでお金を使っているという証拠でもあります。我が国が日本よりも一つ足りない国はどこなんだ。北朝鮮。北なの。我が国が1カ国だけ足りないのは北朝鮮ではなく C 国のためだとどこかで見た記憶があります。日本は C 国にノービザで15日間滞在できますが、我々はダメなんですよ。逆に日本はロシアにノービザでは入国できず、我々のノービザ入国は許されています。単純に1カ国が足りないとかそういう話ではないですね。これだけ便利なパスポートを持ちながら国民の 30% ぐらいしかパスポートを取得していないという、わら、何のためのパスポートパワーなのか、わら。北朝鮮だけじゃなくて多くのアフリカ諸国のパスポートの扱いが違います。だからランキングが頻繁に変わるんですよ。日本、英国、シンガポール、ドイツなどの上位国家は変動しやすいですね。やはり日本が上なんですね。なんか文句あんの。はい、じゃあですね、チャットの反応いきましょう。ずっと1位だと思ってた日本が。そんなコロコロ変わんのこれ。ちょっと上の方からいきますかね。ねえ、またランキングかよ、本当に好きだね、わらわら。この情報半島からしか入ってこない、わら。またランキングかいくら積んだ、外面取り繕うに必死だね。おたくさんたちって自前でパスポート印刷できたんだっけ。193カ国あっても全て行かないし、行ける国より来られる国の数の方が問題なんだよね。警告は北にも散歩できるから1位タイだな、わら。なんぼ強んだか知らんけど、どこに行っても悪行しかしでかさない国に。警告さんは他国で迷惑ばっかりかけてるのに、いいってすごいじゃん。北朝入れればいいじゃん、わら。芸人ってランキングばっかり見てるよね、わら。いつまでも妄想の中。警告の場合、密輸しやすいようにって思っちゃうのは私だけ。経済が落ちた瞬間にノービザやめた国があるのか、君は正直だな。
入国禁止の国をランキングしたら警告が1位だろう。まだそっち知りたいね。C 国への入国が障壁になって警告が日本より上に行ったことがない。あれ、海外で捕まると日本人だからというの止めたの。こんな民度低い民族が気安く世界をいろいろできるのか。だってロシアとは同盟国なんだろ。警告人が外で悪さをしている証拠と言われた方が合点がいくんだが、そのパスポートを作ってるのは日本って知ってますか？わら。なんでどこの国でも悪行しか行わないのにノービザだってことがわからん。やっぱり裏で積んでるんだろうね。イグン、今度はロシアに義勇軍連れて行ってやれよ。日本人は海外に行かなくても国内で十分観光できるんだよ。エミ、一度すごいメリットあるんだ。いや、特にないんじゃない。行ける国が、簡単に行ける国が多いっていうだけだよ。越えられない壁、日本には万能壁画が不要。パスポートパワーってあっても一番は日本国内だから日本人は気にしてないのよ。経済落ちた瞬間減るって金で買ってたってことか、わら。嫁に行かせたく国ランキングならトップ独走する2だ。行かせたくない。お前ら、米国に無名の芸能人入国拒否されてコンサート台無しにしてたよね、わらわら。あったね。はい、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、また。